皆様こんにちは。この動画では、JR 西日本、岡山地区で運行されている国鉄型電車の編成表や運用を検索できる LINE ボット、岡山地区国鉄型ボットの使い方について簡単に解説していきます。岡山地区国鉄型ボットは、LINE 株式会社が提供している LINE for Business を使用して開発した LINE ボットです。つきましては、当ボットをご利用いただく前に、LINE へのアカウント登録をお済ませいただく必要があります。LINE への登録が完了したら、画面に表示されている QR コードを、LINE アプリのホーム画面右上にある、友達追加、機能の、QR コードを選択した上で、読み取ってください。このような画面が表示されたら、追加、を押してください。これで友達追加は完了です。岡山地区国鉄型ボットには、編成表検索機能、運用検索機能、駅時刻表検索機能、配置車両一覧表示機能の、主に4つの機能があります。まずはじめに、編成表検索機能です。編成表検索機能では、岡山電車区に所属している電車の、編成表を検索することができます。乗った車両の車番はわかるけど、編成番号がわからない。逆に、編成番号は、わかるけど車番がわからない、といった時に便利です。編成番号から検索することもできますし、車番から検索することも可能です。二つ目に、運用検索機能です。運用検索機能では、岡山地区で運行している113系、115系、117系、213系、223系5000番台の車両運用を調べることができます。キハ40系などのディーゼルカーや、JR 四国5000系など、他の鉄道会社の車両には対応しておりませんのでご了承ください。運用番号からも検索できますし、列車番号からも検索することができます。複数の編成を連結して、運行される列車を列車番号から検索する場合は、それぞれの編成の連結位置を示す必要がありますので、ご注意ください。先頭は F、真ん中は C、後ろは B です。続いて、駅時刻表検索機能です。運用を調べる際、その列車の列車番号を入力する必要が生じる場合があります。その時、速やかに列車番号がわかるよう、駅時刻表検索機能を搭載しています。検索したい駅の駅名を送信することで、JR 西日本お出かけネットへのリンクをすぐに開くことができます。お出かけネットに掲載されている列車別詳細時刻表には、列車番号も載っているので、これを参考にしてください。最後に、配置車両一覧です。配置車両一覧表示機能では、岡山電車区、岡山機動車区、岡山機関区に配置されている車両の一覧表を取得できます。それぞれの車両基地の名称を送信すると、Google ドライブのリンクが返信されますので、これをクリックしてください。すると、PDF 形式で配置車両一覧が開きます。以上が、主な4つの機能です。皆様の目的に合わせてどうぞご利用ください。今後も、情報の修正や、新たな機能の追加を実施していく、予定です。岡山地区国鉄型ボットには、公式 Twitter アカウントがあります。新たな機能の追加に関する情報などを、発信していきますので、ぜひフォローをお願いいたします。なお、フォローバックは原則として行っておりませんので、ご了承ください。ちなみに、公式 Twitter の固定ツイートや、プロフィール欄からも友達追加できるようになっていますので、先ほど QR コードをうまく読み込めなかった方は、こちらをお試しください。皆様のご利用をお待ちしております。ご不明な点、ご質問等につきましては、公式 Twitter の固定ツイートでお受けしておりますので、お気軽にどうぞ。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。